MBS アナウンサーの高井美希さんに55歳の若さで何があったのでしょうか。幸運呼ぶチャンネル、チャンネル 4U の空です。今日は MBS 大阪放送のアナウンサーであります高井美希さんが55歳で1月25日にお亡くなりになっていたことが分かりました。55歳でいらっしゃいました。死因の原因が分かっておりません。コロナワクチンの後遺症なのかとか、胃がんとか、鼻の手術をされていたこととかが原因でとか、いろいろな大噂が広がっておりますが、どのような運命を持っていらっしゃったのかを占ってみたいと思います。それではまずはじめに、高い家が14画、14というのは自分の思いをストレートに表現することができないという、性格でございます。苦境に出会うことが多くて、振動運といいまして、不安定な運気を持っていらっしゃいます。苦難や不遇に出会うことが多いという画数ですね。神経質なところがあるので、一人で思い悩んでしまって、それを外に出すことができないというですね、精神的に不安定な部分をこれは持っていらっしゃいます。それから本格のところが13画で、13というのはとてもきめ細やかな配慮が行き届く方で、やはりアナウンサーにはとても向いていらっしゃる方でいらっしゃいます。もう大ベテランでいらっしゃったようですので、とても人気のある方だったとお伺いいたしております。それから美希さんが18画、18というのは人に頼らない力強い吉数で、しっかりしていらっしゃるという画数ですね。実力運といって、強い意志で目標を実現するという力を持っていらっしゃいます。向上とも言えるほどの強い意志を持っていらっしゃって、自分の信念を貫くことができます。それから仕事運のところも23画で、とてもいい画数ですね。23というのは異業運といいまして、実力才能を秘めていて、一代で成功できる大吉数で、ラッキー的なものを持っていらっしゃいますので、とても幸運的なものも、栄光運といいまして、成功が約束されているという画数でございます。最高の流星運に恵まれていて、エネルギーにあふれて、さまざまな可能性を秘めていらっしゃるという、とてもいい仕事運を持っていらっしゃいます。それから外角のところが19角の水ですね。19というのは英才運といって、非常に頭のいい人でいらっしゃるんですが、特殊な才能があってインテリジェンスにあふれていらっしゃって、知的でクールな印象を持っていらっしゃるという、そのような方が外からのご縁があるということでございますが、成功と失敗が常に同居してくるというような画数になります。それから家庭運のところが22画で、22というのは、衰退運といいまして、何事も中途挫折を繰り返すという、無気力に陥ってしまうという強運になります。事故や破産の暗示もございまして、この辺のところがちょっと精神的にも弱いものを持っていらっしゃいますね。小さなきっかけで挫折をしがちだというところで、人から騙されたりとかですね、そんなことが起こってまいります。本人は、とても、ナイーブな方でいらっしゃいますね。それから双角のところが32角の木なんですが、32というのは晩年運にもなりますが、32というのは人と物と金が集まってくるというですね、多幸運になります。予想外の幸せが舞い込む吉運で、温和な性格を持って周囲の人を引きつけるという、とてもいい画数でございます。32は、ラッキー的なものがですね、自分が思ったものがスーッと目の前に現れてくるような、とても不思議な力を持っているという画数でございます。本当はそのような画数がこれから来るというところの手前でなくなってしまいますので、とても残念なことでございました。以上、高井美希さんを占ってまいりましたが、やはり、19というのは病気だったり事故だったり、そのようなものがあります。14と22はやはりちょっとこう精神的に弱い部分を持っていらっしゃいます。ただ仕事はしっかりしてあるので、23画というですね、努力をやっていけば、どんどん成功につながっていくという画数を持っていらっしゃったのですが、ここで中年期の四柱推命で占いますと、
本格のところが13の火で、改革が水で、やはり火が外から消されるという関係になってまいります。辛いところも終わりだったのかと拝察申し上げます。それでは今日は最後までのご視聴誠にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではあなたに素敵な日々がたくさん訪れますように。 Have a nice day!